今回のかがり火ね、別にまだまだ全試合見てたわけじゃないけど、本当に面白い試合多くて、あ、下さんの試合はどれもおもろいな、やっぱ。あとやっぱね、もう最近レベルも高いし、やっぱトナメが結構カオスになってるからさ、いわゆる、まあ、トップ8みんなが、まあ、みんなが、まあ、トップ8入る予想の人を上げた時に、100人中70人とか80人が、まあ、トップ8入るでしょみたいな思ってるような人でも、まあ、トップ8いけなかったりとかね、まあ、やっぱ最近多いから、まあ、やっぱ面白いよね。そういうトナメがいわゆる荒れるっていう状況は見てる人からしたらやっぱりめちゃくちゃ面白いよね。あ、でも最近はマジで全体のレベルが高すぎて、相当強くないとトーナメントの運は、やっぱ、左右されちゃうよね。今回はもう本当にあれよ。ピット、タンよ。リュウにゲッチとか、メンメンにロボットとか、いろいろ言われてるけど、本当に今回は全部ピットと、一応ブラピしか使ってないから。今回は全部ピットブラピでやるつもりだったから。俺多分この、かがり火とかの大会全体で、多分弓だけで、10ストックぐらい取ってるね。間違いなく。ネオさん初めて対戦したんだよな、そういえば。ネオさんなんか最近、いろんな人がね、対戦して、みんななんかネオさんめっちゃ強いって言ってたからね。僕も身構えてたけど、普通に、まあ、勝ったな。良くも悪くも、普通に上手い人だったから、勝てたな。まあ俺普通に上手い VS 普通に上手い対決した時の俺強いからさ。カメメか。カメメ、前回負けてるからね。まあ、ジョーカーで負けてるから、ピットでやったけど。ピット強いんだよな、やっぱ、このキャラ。やってて思ったけど、このキャラ強いなと思いながら、正直大会やってたからな。ピットパワーで、結構勝たせていただいたところもある。普通に。剣戦とエイム戦は、まあ、あいつらは身内だからな。別に今更そんなに言うこともない感じではあったな。普段やりまくってっから。マッスルの延長線上って感じだったな。3-0-3-0はまあできすぎではあるけど。ミキ戦の1戦目の崖行きミクエストは確認してから打ったんですか？でも当然打ちました。あれも普通にセオリーなんで、普通に。ピーチ、ここで浮遊しながら崖狩るのめちゃくちゃ強い。まあ、あれも最強なんで、まあ、あれで空炎もしくは空砲を食らった時に崖行きミした時は、相手よりもこっちの方が先に動けるっていうのは、もう普通にあれアドリブとかじゃなくて、もうそれセオリーなんで、セオリーっていうか定石、まあ、そういうもんデータなんで、データ的にそうなんで、最初からあった答え。ピット今回やっぱやってて思ったけどね、さすがにみんな対策できてない部分はできてないと思うから、今後みんなが対策詰めたらどうなるのかっていう話はね、一応あるはあるんだけど、まあ、ただね、それはその対策に対しても基本的にその対抗策がね、いろいろあると俺は思ってるから、ぶっちゃけ大丈夫かなと思ってるけど、なんか下強をさ、外部剣してないとかさ、いろいろ言ってる人いたけど、無理だからね。この技ぶっ壊れで、この技全体25なんですよ。発生対策、発生フレーム6で全体25で、ガード硬直もそこそこ長くて、これ不利が13とかしかないんですよ。これそもそも不利が少ない上に、ガードストップがね、これ短いんですよ。ダメージが7しかないし、光のさ、下強とかと一緒で、プリフレーム自体は一応あるんだけど、ガードストップも全体フレームも短いから、借りづらい。めちゃくちゃ。だから、これ、そもそもベクヘンむずいんですよ、この技。これ、死ぬんですよ、これ普通にベクヘンミスると。こういうのとか、こういうのが確定するんですけど、これパーセントによって死んじゃうんですよ、これベクヘンをね、外にしないと。外にしても、これ根元、そもそもこれ根元で当たると、これベクヘン外にしても、普通に届いちゃうとき届いちゃうんですけど、一応先端、これ先端で当たったときは、外部剣されると、一応届かないんですよ。けど、こんな発生6フレームの下強を外部剣すんの、無理なんですよ、普通に。この下強っていう技が基本的に置きとか、置きか攪拌でしか使わないんで、置きで打った場合は、置きで打った下強を外部剣すんのって、普通に意図してる、やるのは無理なんで、人間は無理なんで。じゃあ、攪拌では、まあ、一応下、外にベクエンできるんじゃないかって思う人いるじゃないですか。これ罠があって、まあ、例えばジャスガから下強打って空上で撃墜しましたと。あるじゃないですか。で、ジャスガ、相手がピットにジャスガされて、下強読みで外ベクエンしようってしたら、これがあるんですよ。このキャラね、下強もぶっ壊れなんですけど、これ実は下スマッシュっていうぶっ壊れ技がもう一つあって、これ下スマッシュね、下強より発生が早い上に、普通に飛ぶっていう。
まあ、ぶっ壊れ技があるんで、これあの、ジャスが、ピットにジャスがされた時とかに、あ、やべ、下今日来るって言って外部限したら、こんなん食らったら、あの、普通に絶望的なパーセントで死ぬんで、あの、ダメなんですよ、外部限したら。当たり前だけど。外部限したら当然だけど、死ぬんですよ。死ぬんで。全然対策になってないんですよ、この下今日外部限するっていうの。こいつね、マジ技ランキング作ったらマジでぶっ壊れ技ばっかだよ。こいつの弱点は、このふわふわしてるから、空中からの差し込みタグが その弱い。まあ、メンメンとかきついのもその理由だね。空中からの差し込みタグが、まあ、そんなに強くないっていうのと、まあ、復帰が、まあ、一部のキャラに対してはちょっと弱いぐらい。まあ、復帰強いけどね、めちゃくちゃ。ぐらいかな、弱点。正直それ以外の弱点は、大してない。ないと言っても過言ではない。バケモンですよ、こいつ、技。空上のバケモン、投げバケモン、DA バケモン、下強バケモン、空後バケモン、スマッシュ全部バケモンですよ、こいつ、普通に。バケモン性能の技ばっかなんだよね、普通に。なんか最近、VIP とかで増えてるらしいから、このキャラがどういうキャラなのかっていう話だけちょっとして終わるか。どういうキャラなのかっていう印象で言うと、似たようなファイターとして俺が挙げるとすれば、ベレス、ベレトと、月光が。あの辺と似てるかな、このピットというキャラクターは。月光がよりも攻めのタフが強いね。月光がとかベレスより。まあ、ベレスの方が破壊力はあるし、月光がの方が、まあ、機動力も高いけど、まあ、そういう感じのキャラ。このキャラね、まあ、置き技、まあ、差し合いにおける、まあ、パーツとして、まあ、技、基本的に置きと、まあ、差し返しと差し込み。まあ、差し返すか、技を置くか、まあ、差し込むかっていう3択なんですけど、まあ、その3択のうち、置きと差し返しに関しては、このキャラはもう全キャラ最強クラスの強さ。まあ、置きはやっぱこの空エネとか、空後、下強あたりが、もう置き技としてめちゃくちゃ優秀なんで、置きはもちろん優秀と。で、差し返しも、まあ、この宇宙最強 DA や、まあ、ダッシュ投げ。が、まあ、差し返しで強いんで、まあ、差し返しも最強と。ただ、まあ、差し込みに関してだけ、微妙だね。ガードさせて強い技が、まあ、あんまりないのと、単純に、まあ、足がね、まあ、遅くないけど、そんなにめちゃくちゃ速いわけじゃない。言うて、ダッシュ投げの選択肢があるから、ダッシュつかみ、やっぱ強いから、このキャラ。ディスティンもできて、下投げで火力取れるから。普通のキャラと違って、0から90ぐらい、0から100ぐらいまで投げコンボがあるんで、とはいえ、ダッシュ投げやっぱリスクが高いんで、まあ、手を出すダッシュ投げとか DA を振りして差し合うっていうのがまあメインですね。で、まあ、引きステップとか差し合う分には全然いいし、で、このキャラね、全キャラ最強クラスの対空手段、まあ、この空上ね、および武器判定の空上空前があるんで、対空手段が全キャラ最強クラスと。いやね、この DA をちらつかせつつ、まあ、前に出たりジャンプしたりとかする相手を刈り取るっていうのがこのピットのメイン。で、その中で今ダッシュつかみも一応タクトしてありますよっていう話なんですよね。まあ、あと弓だね。弓もやっぱ差し合いで圧あるから。復帰もまあまあ強くて、で着地もまあこの下 B がね、あるんで。下 B と、まあ多段ジャンプも偉いね。3回ジャンプできるんで、着地のタイミングをずらすこともできるし、まあ、下 B の圧をもう ありながら、まあ、暴れでね、着地することももちろんできるんで、って感じのキャラやな。あ、このキャラは、良くも悪くもマジで、スマブラ力めっちゃ出るキャラやからね。ピット使ってたら絶対多分スマブラ上手くなるし、ピットで勝てる人は、スマブラ上手いね。